仙台市立上愛子小学校は、宮城県仙台市青葉区にある公立小学校。上愛子小学校は、1879年3月に、当時の上愛子村によって、白沢に創設された。1889年に、宮城郡桜美村、熊が、根村、上愛子村、下愛子村、里六村の五村合併により、広瀬村が生まれると、 下愛子にあった愛子小学校を改め、広瀬小学校の文教場になった。1932年に上、愛子国民学校に昇格した。1947年に国民学校から小学校に改称した。上愛子小学校には、熊が、根の生徒も通い、後には大倉地区の南部も学区に組み入れた。児童数は1960年に485人に達したが、 その後減少し、1968年には346人、2006年には133人になった。神愛子地区、熊金地区、大倉地区、佐久並地区、芋沢地区の一部である。神愛子、熊が、根、佐久並は旧広瀬村内、大倉と芋沢は大沢村内。広瀬、大沢両村が合併して宮城町となり、その後、宮城町は、 仙台市に九州合併された。2020年4月1日からは、大倉、桜並両小学校の学区も含まれる。ありがとうございます。